さあここからはエビ中のいとこ石秋田のコーナーです。このコーナーでは秋田県の PR 大使、秋田美の国ガールズに任命された私立恵比寿中学の皆さんが秋田の魅力について学び、その魅力を発信していきます。エビ中のメンバーが秋田を訪れ、秋田にまつわるさまざまな体験をしているんですが、前回は桜井エマさんが秋田を訪れスタジオ収録でお送りしました。さあ今回はこちらのメンバーが登場です。自己紹介をお願いします。はい、私立恵比寿中学の出席番号17番中村優奈です。よろしくお願いします。はい、来てくれました。よろしくお願いします。ということで、初めましてといったところですね。お願いします。ということで、優奈さんは、恵比寿のいとこ石秋田、秋田ロケ初参加。初めてですですね、はい、いや秋田とか、遠くとか、こちらの方っていらしたことあります？秋田はもちろん東北地方にも初めて今日来て、はい、もうすごいワクワクしてます。いやー、なんかこちらとしても嬉しいですね、はい、その大地を踏みしめたわけですね、初めて、はい、いや嬉しいなと思いますけども、ちなみに秋田って、それまでこうなんかどういったイメージは湧いてましたかね？秋田は寒くて、うん、雪降ってるイメージ。あの大正解です、はい、春になってきたんでね、だいぶ暖かいんだけど、やっぱり風はちょっとね、言っても冷たかったりっていう日もあったりなんですが、ちなみにこのエビ中のいとこ石秋田、先輩のメンバーの方々はね、何度もいらしていただいてるんですけど、なんかこうアドバイスというかな、なんか言われたりしてきましたか？今度泊まり場なんですって言ったら、すごい楽しいよって、もう本当に楽しんでくるだけで大丈夫だからって言われました。楽しんでくるだけで OK だよみたいな、はい、親指立ててる感じ、はい、いいですね。前回ね、同じく新メンバーである、桜井エマさん、はい、ご出演されたじゃないですか。ちょっとでも聞いたりとかされました？ちょっと聞きました。めちゃくちゃ喋ってて、はい、わーってなってるとこを聞きました。あ、もうマシンガントーク振り広げてる、はい。楽しかったです。僕もね、はい、山さんといろいろ喋ってですけど、またね新メンバーということで、僕も初めましてなんで本当ね嬉しかったですよ、はい、で実際中村優奈さんについてもいろいろとね、お話聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まずなんて呼んだらいいかって思うんですけど、周りとか友達からなんかこうこれ決まった名前で呼ばれたりしてますか？ゆなちゃんって呼ばれることが多いですね。ゆなちゃんが多そうだけど、はい、そんぐらいですか？あとはファンの方々は中村さん、ね、中村さん、はい、もうなんかこう敬ってる感じですね。あ、でも中村さんみたいな感じで、はい、そうか、はい、じゃあ、今のところじゃあ、ゆなちゃんみたいな感じで呼ばせていただくあたりでいいですかね、はいはい、たまにゆなたんって言った時はちょっと止めて収録みたいな感じで言ってもらって、はい、お願いします、はい、さあそしてちょっとね趣味で、なんかプロフィールみたいなの見た時に気になったんですが、釣りが趣味ってねなんか書いてあって見たんですけど、はい、実際釣りされるんですか？お父さんの影響でたまに釣りをしたりしてましたね。お父さんの影響で、はい、どこで釣るの？長崎。いいスポットな感じが。スポットあるんですか長崎に？長崎の平戸とかはすごいよく釣れるんですけど、エギングっていう、エギっていうちっちゃい魚の模型みたいなのを使って、疑似餌的なものですか？あ、それですね、はい、それを使ってイカ釣ったりとか、イカ釣るん？もう本格的じゃないですか。イカそうですよ。釣ったイカを食べるんですか？釣ったイカはさばいてお家で食べるんですけど、いいね、私は釣れたことないですけど、はい、なんかあとはサビキ釣りとか。サビキ釣りは結構有名なのかな？サビキ釣りは何が釣れるんですか？なんかちっちゃいイワシとか。いや、そう、いいですね。本格的な釣りもやってるということで、お父さんと一緒に楽しいですね、はい、うん、はい、で、もしかしたら魚とか結構お好きですか、はい、じゃあさ、釣りするぐらいだから。お刺身とかが好きですね。あ、本当、はい、あと好きな食べ物とかあります？あとはハンバーグとか、はい、急にまた刺身からのハンバーグですか？肉、お肉も好き。ミートスパゲッティとか、あとはもつ鍋とかも好きですし、多岐にわたりますね。いいね、はい、あとは、辛いもの全般好きです。あ、もうなんかご飯に合うものが結構好きっていう感じですかね、はい、うん、いやそれもすごいいいと思いますけども、ちなみに福岡ねご出身ですけど、はい、博多弁とかって出るんですか？やっぱ博多弁の人と喋ってたりするとポロって出たりしますね。あ、そうですか、はい、ゆなちゃん何しよるばい？何しよると？おいし、なんかワンポイントゲットした感じ今認めてくれた感じですかね。あ、でも確かにそうですよね、はい、東京とかにいると標準語が多いから、なかなか出ないかもしれませんが、はい、はい、ちょっと博多弁聞けてね嬉しいです、はい、さあ
そしてですね、大忙しの私立恵比寿中学なんですけれども、はい、フリーライブイベント武者修行フリーライブが、来月の1日の大阪会場を残すのみというふうになったわけですね、はい。まあ、今までね、もうあの SNS とかでも見てましたけれども、4会場回ってきてね、はい、印象に残ってるなっていうことあったらぜひ教えていただきたいんですけど。そうですね、うん、結構エビ中はライブの後にご飯を食べに行ったりしたりするんですけど、初めてフリーライブした神戸ハーバーランドスペースシアターでやった時は、帰りにみんなであのタンを食べたんです。牛タンいいですね。それがすっごい美味しくて、みんなで騒ぎまくったし、あとはキャナルシティ福岡、博多でライブした後もみんなで水炊きを食べて、すごい誇りしましたね。なるほどね、あ、いいですね。あのゆなちゃんは食べるの大好き、メモメモって言ってます、ね、やっぱりやりがいがね、はい、やってこう自分の中でもね、いろいろ吸収できたからこそ、やっぱご飯も美味しかったんじゃないかなという感じがしますよね、はい。そして来月からはいよいよ私立恵比寿中学10人体制で挑む春ツアー、私立恵比寿中学スプリングツアー2023 100% エビズム、こちらが4月15日千葉県を皮切りに、まあ、スタートするわけなんですが、はい、まあ、前回収録のね、桜山さんにもお聞きしたんですけど、ぜひね、これもゆなちゃんにもね、はい、あの初めての春ツアー意気込み聞かせてもらえますか。はい、まあ、エマにとってもなんですけど、私にとっては初めての春ツアーになるので、もういろいろ今から緊張とか不安とかたくさんあるんですけど、一公演ずつこう成長していって、毎回自分の出せるベストを尽くして皆さんを楽しませることができたらいいなって思います。ちょっと完璧なコメントすぎてちょっと息を飲みましたけども、いや本当にでもさ、はい、楽しみながらね、はい、成長していける、そう、最高の舞台ですよね、はい、はい。さあ、といったところで、今回のエビ中のいとこ石秋田なんですが、中村ゆなさんと一緒に秋田から、これ、あ、星名さん先に謝っときます、来年も来たいって言ってたんですけども、来月には全国からの観光客で賑わうあの場所から究極な体験をしたんですよね。はい、では聞いてください、いとこ石秋田。さあ、エビ中のいとこ石秋田、前回の時に引き続きまして、今回も初参加のメンバーでございます、私立恵比寿中学の新メンバー、中村ゆなさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回訪れたのは、道の区の小京都仙北市角野立です。はい、はい、晴れてよかったですね。めちゃくちゃ綺麗な天気ですよね。もしかして中村さん、はい、晴れ女ですか。風女、私はしてます。初めて聞いた概念なんです。風を、私の撮影の時毎回すごく風が強いんですよ。そうなんですか。だから今日もしかしたら途中でめちゃくちゃ風が強くなってきたらどうしよう。強風がで、こちらの角館といえば、はい、あの一昨年10月にはあの小林佳穂さん、はい、父ちゃん、そして、去年の4月には星名美玲さんが、はいはい、訪れまして、その時はあの人力車に乗りながら、うんうん、あの角館 の武家屋敷の紅葉とか、また桜を堪能したと、はい、ということで、はい、そして来月の今頃なんですけど、はい、あの花見シーズンに入って、はいはい、あのこちらはあの全国から観光客でにぎわう角館ということで、すごい人が来るんですよ来月、うん。で、今回のいとこ石秋田ロケ初参加のね、あの中村さんに角館でぴったりの体験を今回、はい、あのご用意いたしまして、ありがとうございます、はい、やってきましたのは創業明治9年角館樺細工の製造販売元、八つ柳の直営店、八つ柳商店です。樺細工、はい、わあ、嬉しいです ね。ちょっとまだどういったものなのかっていうね、あるかもしれないけど、はい、おそらくね、あのゆなさんはあの初めて耳にされましたかね、樺細工。そうですね、あんまり聞いたことなかったです。 ないですか。あ、本当ですか、はい。仙北市角館で生産されている、国指定の伝統的工芸品の一つで、はい、ほにゃららという木の樹皮、木の皮ですね、はい、そちらを用いた世界で唯一無二の工芸品ということでね。ほにゃららの樹皮、はい、ほにゃららということで、ここでね、問題です。じゃじゃん、うん、急にクイズですよ。はい、皆さん、クイズは得意ですか。得意な方だと思います。いいですね。じゃあちょっとね、3択問題でございます、はい。伝統的工芸品の樺細工なんですが、はい、何の木の樹皮、いわゆる木の皮を使って作る工芸品のことでしょうか。さあ、こちらは3択でございますよ、はい、1秋田杉、はいはい、2梅、3
桜ということで、はい、さあどうでしょうね、ゆらさん。ちなみに一応ね、ヒントを求めることもできるんですけども、自力でいけそうですか？ヒントをお願いします。早い段階でマジで、はい、じゃあヒントいきますよ。長谷川のスーパーヒント、井伊直弼。さあこれで考えていただきたいと思います。井伊直弼さん、すごい今惑わされています。逆に惑わされている。逆に惑わされてしまう。これはもしかしてヒントがヒントになっていないという状況なんでしょうか？はい。あれ、いいね。わかりました。スーパーヒントいきます。はい、エビ中のメンバーの方の名前を見るとっていうね。あー、わかりました。ヒントの意味もわかりました。ヒントの意味もわかった。そこで渋谷さんがつながった。つながりました。さあということで、すべてがつながりました。さあそれでは3択、秋田杉、梅、桜から選んでいただきたいと思います。正解をお願いします。桜。桜戸門外の変ってことですか？正解。なんか俺も気持ちいい。おめでとうございます。ありがとうございます。そう、桜なんですね。はい、はい、そうなんですよ。あのカバ細工は、桜の木の皮を使っている工芸品なんですね。はい、ということで見事正解いたしました。ゆなさんには後でね、素敵なプレゼントをお送りいたしますね。やったー。はい、ぜひお楽しみに。はい、はい、ということでね、桜の樹皮を使った、角の立て樺細工は独特の技法によって、はい、山桜の樹皮特有の光沢を生かした、うん、渋くて、奥深いです色合いの伝統的工芸品ということでね、はい、あの茶筒のようなあの伝統的作られてきた作品のほかですね、どんなものかね、実際にあるのか、こちらお店の前にいますんで、はい、入っていきましょう。こちらでございます。よいしょ。こんにちは。どうぞどうぞ。お邪魔します。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと触れてみている。木だ。木ね、ツルツルしてますでしょ。ツルツルしてて、小物入れをね、ちょっと持ってくださってますが、はい、うん、どうですか？ツルツルしてて、こうツヤツヤしてて、はい、なんていうんだろう、すごい好きな感じが。あ、好みな感じですか？こんな感じが好きですね。ちょっと蓋開けてみてもいいですよ。あ、中まで、はい、わあ、すごい、これでなんかこのものとか持ってみたいなとか思いました。うんうん、すごい触り心地もいいし。はい、ということで、うん、先ほどね、クイズに見事正解しましたよね。はい、ゆなさんにはですね、こちらをプレゼントでございます。ありがとうございます。はい、しおり。はい、そうなんです。あ、かわいい。カバ細工のしおり。すごい、はい、かわいい。かわいいでしょ。 and T シャツ。ありがとうございます。はい、どうぞこちらも。さあということで、ゆなさん T シャツにね、はい、着替えてとか着ていただいて、だいぶテンションもさらに上がってきましたけども、角の立て樺細工の、製造販売元株式会社八つ柳の八つ柳恵子さん、ご紹介いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、樺細工は山桜の皮を使用した伝統工芸品になります。はい、創業明治9年ということで、9年から、この角の立ての場所で、樺細工の方を作っています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。伝統がやっぱね、すごいですね。はい、すごい長いですね。感じますよね。まあ、八つ柳で何の体験をするかと言いますと、はい、明治9年創業の伝統的技法で作る角の立て樺細工を使ったスマートフォンケース体験です。スマホケースを作ってみようということなんですけどもね。はい、はい、あの八つ柳商店では樺細工の、製作体験なんですが、コースターとかブローチ作りなんですけども、うん、今回はあの秋田美の国ガールズのエビ中のいとこ石秋田ロケということで、はい、なんとあの今回特別に柳さん、本当に、ね、はい、普段やってないです。普段やってないです。ありがとうございます。ありがとうございます。特別にあの樺細工のスマートフォンケース作り体験をさせていただくと。ありがたいです。樺細工のスマートフォンケースとかすっごいかっこいいですよね。ね、ちょっとね、はい、そんな感じで素敵な作品になるんじゃないかなと思いますんで、はい、はい、では早速ですが、八つ柳さん、あのこちらの樺細工のスマートフォンケース作りの工程なんですけど、こちらにあの剥いだ状態の山桜の皮があるんですけども、これを専用の工具で、この包丁でガリガリガリっと表面を削ってもらいますね。はい、でその後でこの形に切り取ってもらって、接着の糊をつけて
コテで熱でくっつけていくっていう感じです。それが終わったら足上げで磨いて完成です、はい、ということでちょっと削りからスタートしていきましょう、はい、じゃあゆなさんお願いします。お願いします。表側と裏側と両方削ります、はい、これがあの専用の包丁になります。結構立派な包丁ですよ ね、 そうなんですよ。結構重くて、うん、上から一気にさ包丁が渡されまして、手を上の方ですね、うん、あ、こういう感じで、はいはい、自分のところに持ってくるときに力を入れる、ね、うんうん、もしかしたら立った方がいいかもしれないです。あ、ヨウさん、ありがとうございます。スタンディング、来ましたよ。やべ、難しい。結構難しい。え、なんか、あれ、ね、こんな難しいんだ。ここら辺の色が最高にいいですね。本当だ、綺麗。すごく綺麗に削れているところがある。あ、ツルツルになってる。そうなんですよ。すごい。ここはもうちょい削ると、もっと深い茶色が出てくるので。おー、ここら辺。そうか、場所によってね、深くいったところも。あ、いい、綺麗に、いいんじゃないでしょうか。あ、なんかコツをつかみました。さっきと違いますよね。ちょっと開眼した感じがすげえスムーズにいってるよ。削りはこれで終わりですか。お疲れ様です。じゃあ、このハサミで切っていきましょう。この線の通りで大丈夫です。はいはいはい、線ぴったりに切らなきゃいけないんですよね。そうですね、ぴったりで、はいはい、おお。きつくれめっちゃ綺麗に切れたんじゃないですか。お疲れ様です。緊張したよし、じゃあこれでいきましょう、はい、そしたら次は海苔漬けですね、うん、はい、それで、塗った後で乾かして自然乾燥で、うん、乾いたらあの熱でくっつけていくっていう感じですね、うんうんうん、あのちょっと休憩もね兼ねて、はい、ここでちょっとティータイムといきたいと。やった。昔の職人さんがこの余った桜の皮とか煎じて飲んでたって話がありまして、ちょっとこの度新商品としてちょっと作ってみましたので。すごいいいですね。桜の皮のお茶ですね。桜の皮のお茶、これいいね。なかなか飲む機会これまではねないでしょうけど。いただきます。はい、どうぞ。おいしい。あ、嬉しい、うん、ちょっと皮、桜の皮だけじゃなくて他のものもブレンドして作ってるんですけど、この春発売予定。あ、お、ということで、じゃあまだ発売してない。まだしないですね。発売前の、なんといとこ石秋田ロケで初お披露目ということですね、新商品。美味しい、はい、すごいいい香りがします。ああ、嬉しい。あ、一気に飲み干しましたけどじゃあちょっと私も飲ませてもらいますね、はい、あ、美味しい。美味しい。なんか深い味わいがしますねっていうコメントが浅いんですけどうん、いやうまい、うん、初めてなんか感じた味 ね、そんな感じですね、はい、体に良さそうな感じがする。健康に良さそうな、すっごい体に良さそうな感じがする、うん、さあ、そしてね、こちらのティーバッグなんですが、福岡県ね、ゆなさんの地元でございます、福岡県の、はい、日本茶の鑑定士かつ日本茶インストラクターのいる、お茶どころ山科茶舗、こちらと共同で製品化されたお茶ということで。へえ、うん、すごい なんか親近感あります。そうですよね、なんかね、角館でね、福岡とのこう接点がありましたね、うん、すっごい離れてて遠いのかなって思ってたけど、はい、こういう意外なところで接点が、ね、お茶を通してね、なんかつながれたなっていう感じがいたしますね、はい、それでは貼り付けに入りますみたいな感じ。結構一発勝負ここも結構大変、はい、緊張する。いい、うまいですね。やった、うまい、うまい。コテを使って、そうですね、はい、熱で接着していきます。綺麗、めっちゃうまい。やった、次の工程に、次、磨いて、はい、仕上げってことですね。仕上げ、はい。いや、綺麗に綺麗にできました、
蜜ろうクリームで最後ツヤを出していくんですが、ツヤ出し、ツヤ出し、いい色になってるね。あ、綺麗、めっちゃ綺麗。あ、綺麗。お疲れ様でした。ありがとうございます。できた。ありがとうございます。ゆなさん、実際作ってみていかがでした？すごい大変だったんですけど、出来上がった時に、こうなんて言うんだろう、愛着とか、すごい感、なんか出来上がった感動とかがあるから、すごく楽しかったです。ということで、まあ、教えてくださいました。安柳さん、いかがですか、作品の方。いやー、なんか予想よりもかなり上手に作っていただいて、本当に。なんとか伝統と革新が一緒になったみたいなね、感じがしますけども、カバー細工のスマートフォンつけたらもう、これまた渋いし、またかっこいいですよね。うん、かっこいいですよね。うん、早く自分の携帯につけたいです、ね。つけたいね。はい。ということで今回ね、貴重な、カバ細工の制作体験をお越しいただきました八ツ谷さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。したで、ここ、角の立てカバ細工八ツ谷では伝統的な技法や作り方を、継承しながら、このまあスマートフォンケースのようなね、はい、現代の暮らしに寄り添った商品作りも行ってるんですけど。さらになんか革新的なものづくりっていうのもされているということなんですよ。なんとこちらはスケボーですね。すごい。しかもカバ細工のスケボー。そうですね。はい、これね、カバ細工のスケートボード、全面カバ細工という感じなんですね。なんかおしゃれなね、感じもします。これの世界で唯一の製品と。あ、そうですね、一つだけですね、今のところ。一つだけということで、スケーボーですよ。ゆなさん、いかがですか？なんか一回作っちゃったから、これ削るときどんだけ大変だったんだろうとか思って、すごい、ありがとうございます。いいですね、もう職人さんのね、はい、気持ちになっているということですね。大きいですからね、スケートボードね。はい、はい、ということで、はい、ね、本当に素敵な作品できましたね。はい、うん、なんか自分の思ってたよりも上手にできた感じがします。力を存分に発揮できた。はい、またやりたいですね、このカバー細工の体験。もう一個作る。もう一個作りたくなる。作りたいです。ということで、ね、角の立てでおすすめする体験、ゆなさん、これだけじゃないんですよ。実は、次に体験するのは日本三大地鶏。地鶏、はい、比内地鶏ね、はい、比内地鶏って聞いたことあります。聞いたことあります、ね、そう、その比内地鶏を使った究極のほにゃららです。ほにゃらら、あ、楽しみだ。さあ、ということでね、ゆなさんやってきましたのが、こちら角の立てのうまいがここにあるがコンセプト、究極の親子丼を提供しているお食事とこ桜の里です。はい、もうずっと楽しみにしてました。楽しみにしてました、はい、お腹も空いてきまして。空きました、ね、でこの素敵な武家屋敷通りにね、お店があるので、はい、雰囲気があっていいですね、はい、うん、では早速でございますが、桜の里の親子丼、はい、はい、親子丼、はい、いろんなメディアで紹介もされてて、はい、うん、中でも角の立てで一番に始めた元祖比内地鶏親子丼というものがあって、はい、それが絶品ということで、はい、食べたい、角の立ての観光コースの一部にもなっているということでね、はい、はい、人気のお店です。ということで、ゆなさん、はい、ここ道の区の小京都角の立てで贅沢にも日本三大地鶏、比内地鶏の卵3個とお肉を使ったとろとろの究極の俳句食わせみたいな感じですよね。比内地鶏親子丼を食べたいか、いや食べたくないかで言うと、せーの、食べたい。あ、声張ってくれました、ありがとうございます。じゃあ早速ですね、入っていきましょう。はい、こちらでございます。こんにちは、失礼します。よろしくお願いします。失礼します。お願いします。はい、ということでこちらでございますね。はい、はい、じゃあ、桜の里はですね、はい、お食事どこということなんですけど、稲庭星うどん、はい、比内地鶏、はい、さらにあの地酒などね、秋田を代表する味のほか、なんか手打ちそばの実演もね、こちらでやってるというお店なんですよ。はい、全部食べたいですね。全部食べたいですね、なんかね。手打ちそば食べたくなっちゃうって感じですけども、はい、で早速注文したいと思うんですけど、はい、メニューの究極の比内地鶏親子丼がもちろん人気、一番人気なんですけど、親子丼と稲庭うどんのどちらも味わいたいという人にもね、比内地鶏親子丼と稲庭うどんセット、はい、こちら、まあ、冷たいのとあったかいのあるんですけど、これもおすすめということで、はい、悩みどころだと思いますけど、ゆなさん、
もうお腹空きすぎて、はい、うなだれてますけど、どっちにしますか、ちなみに。比内地鶏親子丼と、はい、稲荷うどん。あ、稲荷うどん。稲荷うどん。ちょっと食べてみたい、やっぱり。はい、食べてみたいです。じゃあ、セットで。セットにします。行きますか。はい。はい、じゃあ、早速頼んでいきましょう。はい。さあ、皆さん来ました。ありがとうございます。はい。さあ、こちらが比内地鶏親子丼と稲荷うどんセットです。美味しそう。開けます。はい、どうぞ。すごい、なんか言葉が出てこないですね。トロトロだ。見た感じもそんなね、トロトロ、すごいそうですね。はい、じゃあ食べましょうか。はい、いただきます、はい、どうぞ。トロトロね、うん、めちゃくちゃお肉が柔らかいです。あ、肉もペシナイジ鶏のね、うん、こう噛めば噛むほど味がある、味がね、うんうんうん、またどん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 染みていくってありますからね。稲荷はどうも、はい、ゆなさん行っちゃいます。私稲荷うどん初めて食べるんですけど。マジで、あ、これはなんかこっちも嬉しい、うん、初めてね。いただきます。はい、稲荷うどんどうぞ。どうですか。美味しい。初めて食べました。はい、とかツルツルした麺の感じとか、なんか、うん、いつも食べてる感じと違ってこう細くてチュルチュルしてて、はいはいはい、美味しいし、なんかお出汁の味が本当に好きです。あ、美味しい、 いいですね。初めて稲荷うどんを食べた人の感想としても100点満点ですよ。やった、はい、美味しい。腰もあるしね、はい、またね、うん、ということで、はい、皆さんごちそうさまでした。ごちそうさまでした、召し上がりましたけども、うん、もう美味しすぎてびっくりしました。ね、一瞬言葉を失うぐらいのね、はい、語彙力がなくなりましたけど。はい、本当に完食、完食、完食です。稲荷うどん初めて食べたんですけど本当に美味しかったし、もう親子丼がとろっとろで、はい、本当に美味しかったです。美味しいものに出会って最高でしたね。最高でした。はい、ただ最高とおっしゃってますが、道の駅の小京都角館で、まあ、お腹満たされましたが、はい、今の段階で大満足なんですけれども、さらにね、なんとなんとか満足していただきたいというふうに思います。嬉しい。やったぜ、やったぜ。ということで、続いてやってまいりましたのは、うん、もうね、もうゆなさんがね、はい、喜びすぎて、はい、スタンディングブリッジやるんじゃないかと僕は、はい、ぐらいのですね、はい、はい、その体験をねしていただきたいんですが、方程式はですね、モフモフ ×2 イコールプライスレスの非日常体験でございます。よろしくお願いします。ということでね、ゆなさんご覧ください。あ、かわいい、怒ってる。ということで、はい、大好きなワンちゃん、秋田犬2匹が、ゆなちゃんをですね、はい、お迎えしてくれました。さあ、こちらこそ、はい、ということで、はい、こちらが営業部長の秋田犬のスーちゃんとお嫁さんのね、奥の方にいますよね、藤子、はい、藤子さんでございます。はい、はい、ということで訪れましたのは秋田犬と暮らす民泊ということで、築50年の古民家をリノベーションした素泊まりの江西さんです。はい、よろしくお願いします。秋田犬といえば、ちょうど1年前の3月に、はい、あのメンバーの風見乃々佳さんがね、はい、秋田県の能代市というところで秋田犬のお散歩体験したんですよ、はいはい、秋田犬のスーちゃんと藤子、ね、はい、いらっしゃるんですが、もうこの状況もなんかもうね、もう非日常というかね、はい、もう幸せの予感がして、予感がしてますよね、うん、はい、後ろ姿がもう可愛いですね。こう尻尾がくるっと、はい、巻いてて可愛らしい。もうもうそれだ。そう、こちらが民泊ということで、お邪魔します。お邪魔します。はい、どうぞ。失礼します。はい、すみません。本当になんかゆっくりするお家ですね、まさにね。はい、うん。ちょっと古民家という感じですね、広いでも。ほら、待ってくれてますよ。あー、はい、可愛い。秋田のスーちゃんと藤子です。こんにちは。こんにちは。あ、もうマイクに興味津々。はい、はい、おとなしいですね、でもね。あ、すごくおとなしい。ね、静かですよね。はい。はい、ということで、秋田犬と暮らす民泊エニシを営む吉見梓さんです。吉見さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。まずこの民泊は秋田犬が、家の中に2頭住んでおりまして、はい、お客様が滞在してる間はもうモフモフ無制限のお部屋でございます。幸せ。モフモフ無制限。モフモフ無制限。
初めて聞いた言葉ですけど、なんかすごい、はい、ね、ニコニコしてしまいますけどもね、はい、はい、あの地元ね、秋田の人間でもね、秋田犬見かけることはね、あのそこまで多くはないんですけど、うん、まあ、秋田犬2匹と一緒にこう室内でね、過ごせるっていうのは結構中村さん貴重ですよね。すごい貴重ですね。私も福岡出身なので、ね、秋田犬は見たことがないので、今日初めてご対面できてすっごい嬉しいです。初めてのご対面でございます。初めてのご対面、はい、かわいい、嬉しいですよね、はい、またずっと静かにこう待ってくれてる感じがまたね、はい、いいですよね、はい、かわいい、いいですね。ゆなさん撫で方が上品でいいですね。かわいい。ちょっと喋ってる感じ。うせえ、すげえ、ありがとう、かわいい。ちょっと飲み込み早くない？今すごかったですね。すっごい偉いワンちゃん。かわいい。ということで、まあ、秋田犬とね、暮らす民泊縁西での触れ合い体験だったんですけど、もう終始笑顔で、なんかもう疲れが全部吹っ飛びましたね。癒されましたよね。かわいい、本当にモフモフしましたよね、はい、そしてですね、ここはあの秋田犬と暮らす民泊エニシーなんですけども、こちらの営業はどういった形でしょう。はい、4月から11月末までの、あの春から秋の、あのいい季節でオープンしております。はい、もう本当桜紅葉ね、そしてこの秋田犬のね、はい、2頭ということですね、はい、はい、といったところで、中村ゆなさん、はい、初めての、いとこ石秋田ロケ、まあ、これから花見シーズンということでね、はい、さらに過去の手でにぎわうんですけど、一足早く素敵な体験できましたね。はい、はい、スモーケースを作って、美味しい親子丼を食べて、で、可愛い秋田犬と触れ合って本当に初めての秋田がもういい思い出でいっぱいになりました。良かったです。はい、もう一回モフモフしようかな。ちょっともう一モフモフで、はい、じゃあね、バイバイ、ありがとう。はい、ということで、まあ、ロケを振り返って改めて、ゆなちゃんいかがでした。はい、私初めての秋田で、もうすごく前の日からめちゃくちゃ大きいですね、ヘッドホンが。すっごいいつもヘッドホングラグラさせながらも、はいはい、はい、初めての秋田でも、うん、前の日からずっとワクワクしてたんですけど、うん、もう来てみたらすごい天気も良くって、もうスマホケース作りとか本当すごく楽しかったですね、うん、もう自分でも納得いくようなものが作れてすごく楽しかったし、うん、美味しい親子丼食べて、稲庭うどん食べて、お腹いっぱいになった後に可愛い秋田犬と触れ合って、本当に幸せな一日でした。思い出すとね、本当にね、はい、なんかいいですよね、はい、何回も思い出したくなるようなね、素敵な体験していきました、さあということで、今回ですね、改めてゆなちゃん秋田について、まあ、しっかりと学ぶことができましたね、はい、はい、さ、前回ですね、桜井あやめさんが、レベル38まで上げてくれたので、これでレベル39ですね。おめでとうございます。すごい、39ですよ、はい、これね、呪文でいくとね、パルプンテを唱えることができる。おお、呪文の段階でダメージを食らったんですけど、分からなかったですね。パルプンテっていうのはね、何が起こるか分からないということなんですけども、なるほど、はい、罰をもらうということが起きたということですね、はい、はい、ありがとうございます。さあ、ということで続いてはこちらのコーナーです。放課後パンハンドレット。さあ、ということで今回も竹谷製パンの佐々木直人さんがスタジオに来てくださっております。佐々木さん、お願いします。はい、毎度お世話になっております、はい、竹谷製パンの佐々木です、はい、ちょっと緊張しましたね。よろしくお願いします。はい、中村さん、はじめまして、よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。ちょっとカミカミですみません。やっぱりね、そうなんですよ、はい、前回もね、桜井山さん、まあ、15歳ということで、はい、まあね、ゆなちゃんも15歳ということなんですけれども、はい、まあ、そういった意味でもね、ちょっとやっぱ緊張感はちょっとね、あるなって感じがします。はい、ということで、まあ、今回のですね、放課後パンハンドレットのコーナーなんですが、秋田文庫でもおなじみのローカル、ヒーロー超人ネイガー、はい、本当に大人気なんですけど、秋田でね、ツイッターで秋田のソウルフード竹谷製パンのアベックトーストというのがあるんですけども、はい、アベックトーストの美味しい食べ方を独自に工夫していたんですね、90度に回転させて十字に切ることで4つの味を楽しめるというね、ネイガーが言うにはね、4つの味を楽しめると紹介しておりまして、はい、真似していいぞヘバナっていう風に締めくくって、かっこよく締めくくっておったわけなんですけど、はい、これ佐々木さん、アベックトーストのポテンシャルの高さ改めて感じましたね。そうですね、本当ネイガさんには、ネイガさんって言うんですね、いろいろね、うちの商品紹介していただいてるんですけども、はい、うんうん、今回ちょっと自分もちょっと見させてもらったんですけども、まあ、4種類、ジャムとですね、はい、ジャム&マーガリン、マーガリン&ジャム、うん、
マーガリン、よく見たら、うん、ジャム&マーガリンとマーガリン&ジャムって同じですよね、同じじゃないかってことね。すいません3つの味です。いや3つの味、まあ、でもそう興奮してね、4つじゃねえみたいな感じで思うぐらいね。でもね、本当いつも紹介していただいてるんで、本当ありがたいですね、うんうん、ね、ということで、はい、そう超人ネイガーね、いずれね多分ね、あのご一緒することもみなちゃんもあると思いますので、はい、それも楽しみですね、はい、はい、といったところで、さあ佐々木さん、前回のですね新商品のパンもめちゃくちゃ魅力的な商品だったんですけど、はい、今回もねご紹介いただくのは美味しさ咲かせまくってる新商品のラインナップなんですが、はい、ちょっとここでね私またちょっと思い出したエピソードがございましてですね、ちょっと聞いていただきたいと思うんですけど、はい、僕ねちょっとあの2002年ぐらい東京に行ったんですよ。2002年ってあれ、もしかして生まれてないですね。ないかまだ、はい、そうだ前ですよね。2002年に上京したんですけど、ちょうどその時期ね、あの吉本で若手でブレイク間近だったのがレイザーラモンさんだったんですね。そうね、 HG さん、はい、LG さんっていらっしゃいますが、で若手ライブで初めてレイザーラモン HG さんのネタを見た時にね、もちろんね僕はこのパンが思い浮かびました。オグラフォーすみません2回目ですけど、はい、あの罰の前に謝られるというですね、ダメージ2発食らう感じがですね。うちの会社でもそれやってます。やっている、はい、特に自分やってました。あ、佐々木さんもやっている、はい、なるほど、これは今日で、おしまいということになります。はい、オグラフォー美味しいんでね、美味しいですね、はい、そういった宣伝にもなりますが、はい、さあ佐々木さん、はい、ではですね、ぜひあの3月のですかね、新商品はい、ご紹介いただきたいんですけども、こういった今回はどういったラインナップでしょうか。今回はすみません、3月じゃなくて4月、はい、来月になりますけど、4月ですね、はい、4月のラインナップ、はいはい、で来月の新製品の中でですね、秋田市の大森山動物園がですね9月で50周年を迎えるといったところもありまして、うん、今回ですね大森山動物園さんとのコラボの商品4品お持ちしました。やった、はい、でまあ、あのいいですか、説明したぜひお願いします、はいはい、まず一つ目はですね、象の鼻をイメージしたあの大森山動物園にいる象さんの名前がリリちゃんというらしいんですけども、リリちゃんのチョコデニッシュ、うん、あともう一つまたチョコなんですけども、ユキヒョウのヒョウ柄をイメージしたヒカリちゃんのチョコパン、はい、あとですね、あのマスカットじゃないよ、マスコットキャラクターのでもそれ僕の変なこと全然しちゃって失礼しました。マスコットね、はい、マスコットキャラクターのオモリンっているんですけれども、残り2品がですねオモリンの商品になりますけど、オモリンの耳みたいなパンとですね、あとオモリンのホットケーキ、こちら4品今日お持ちしております。はい、ということで、はい、こうね、スイーツ系のね、はい、パンをお持ちいただいたんですが、さあこれはですねぜひこれゆなちゃんにね試食していただきたいんですけども、はい、私立恵比寿中学の最年少クイーン中村ゆなさんやけんできる15歳の中村さんだからこその新商品の食レポに挑戦してもらいたい。バイよかよ、よっしゃグーグー。では早速、はい、4つの中から1つずつちょっと選んでいただいて、はい、僕も食べるんですけども、はい、どれからいきますか。ひかりちゃんのチョコパン、これ美味しそうですよね。美味しそうですよね、はい、実際ねあの雪氷のひかりちゃんがパッケージにも可愛、はい、いこっちを見つめているということですが、そうですね、はい、はい、じゃあこれ早速じゃあ食べてみましょう。これはですね、あの生地にもチョコチップ、あと中の方にもチョコクリームと、うん、あのチョコチップ、あとグラニュー糖も入ってますので、ちょっとジャリジャリ食感も、あ、楽しめる、はい、じゃあいただきます。いただきます。うん、うん、お、いいです。うーん、ちょっと同じようにリアクションします。あんまあんまですけど、ね、ゆなちゃんいかがですか。うん、チョコいっぱいですね。そうですね、ありがとうございます。本当、あのお砂糖感もね、うん、ありましたし、はいはい、うんうんうん、美味しい、美味しいですね。チョコクリーム中の方にもたくさん入っててね、うん、そうですね、はい、これは甘いもの好き大満足といったところではないでしょうか。生地もふわふわしております。ありがとうございます。ではこれどんどんいきましょう。4つもありますんで次どれいきますか。オモリンの耳みたいなパン、はい、これ気になってた、気になります。これですね、オモリンの耳ってこう3つこうくっついたような、はい、3つくっついたような、パンが3つくっついてますけど、長い耳ですよね。確かにほんとパンみたいな形をした耳を持ってるけどね、はい、オモリンがで、3個くっつけたパンにですね、オモリンがリンゴ好物らしいんですね。おお、それであのリンゴジャムとカスタードクリームをサンドしております、はい、じゃあ本当にオモリンのことを考えて作られたみたいな感じ。じゃあいただきます。いただきましょう。どうぞお召し上がりください。うん、はい、あー、うん、爽やか、うんうん、リンゴジャムめっちゃ美味しいです、ね、ありがとうございます。これあの秋田県産のリンゴなんですね、はい、うん、あ、しかもゆなちゃんどうですか、なんか食べてみてちょっとシャリでしたかな。そうですね、あの果肉が入ってますので、うん、食感も楽しめると思います。これ爽やかでいいですね、
うん、タイプの違う甘さがあるという感じで、はい、うん、ありがとうございます。いい、はい、あ、いっぱい食べてくれてますね、はい、さあまだまだあります、ね、おもりんの耳を食べた後は、まあ、続いてはどれいきましょうか。リリーちゃんのゾウのね、はい、このリリーちゃんもね、あの大森山動物園で大人気ですけども、はい、このゾウさんがパッケージされてるとのちょっと珍しいですね、はい、楽しいです。こちらはあのゾウの鼻をイメージしたちょっと長い、あ、本当だ、はい、形が確かにそんな感じがしますね、うん、ちょっとあの鼻のシワをちょっと表現してますけれども、うんうん、あ、見た目もすごく楽しい感じですね、はい、ちょっと鼻に近づけて遊びたくなるような感じですけど、ね、それではじゃあいただきます。いただきます。どうぞ。あ、いい、チョコのいい香りがするな、はい、うん、うん、こちらはチョコのクリームとですね、あのキューブチョコ、うんうん、2種類のチョコ包んでありますね。めっちゃうまい。何これこうま、おいしい。ゆなちゃんチョコレートとかお好きですか？チョコレートも好きだし、デニッシュ系のパンが大好きなので。よかったです。これ本当にすごく好きですね。いいねこれ、おいしい。これなんかチョコレートもちゃんとこうなんか本格チョコっていう感じがしますよね、うんうん、食べ応えがあるということで、はいはい、でココア風味なのでまたちょっとお口にこう甘さが広がっていくっていう感じでございます、うん、ありがとうございます。そしてもう一個あるんです、はい、はい、じゃあこちらですね。じゃあ最後にね、はい、ゆなちゃんにも食べていただくのはオモリンのホットケーキ、これは、はい、メープル&マーガリンということで、はい、そうですね、うん、こちらの、まあ、表面にあのオモリンの、はい、あの焼きを、かわいい、はい、あ、はい、であと50周年の50という焼きを今回つけさせてもらってます、はい、ホットケーキのね、ちょっと真ん中のところにオモリンがこう、はい、刻印されてるって言っていいですかね、はい、ボリューミーな感じでございますが、はい、かわいい。で中にはあの先ほどおっしゃったように、はい、あのメープルフィリングとマーガリンをサンドしてます、うんうん、なるほど。じゃあこれいただきます。すっごいふわふわ、手触りもふわふわだな。ありがとうございます、うん、はい、はい、おいしい、おいしい。ありがとうございます。うん、ふわふわですね。うん、ゆなちゃん中の方のどうですか味は？メープルとマーガリンがすごいいい感じです。あれなんかこうやっぱ一体化してね、うん、でふわふわしてるからなんか、はい、甘いものを甘いパンを4つ連続で食べたんだけどなんかこう重たい感じがそんなになくて、あ、そうですか。それぞれ味わいがあって、ゆなちゃんいかがでしたか？美味しかったですね。うん。なんかチョコデニッシュとか、うん、はい、チョコパンと、はい、もう甘くて美味しかったんですけど、うん、オモリンの耳みたいなパンすごいなんか爽やかな甘さですごい美味しかったです。 ありがとうございます。オモリンの耳って爽やかなんですねっていう新たな発見というかね、はい、はい、まあ、大森山動物園こう、まあ、50周年ということで ね、はい、あの本当にあの秋田のね、あの県民に本当にこう、慣れ親しまれた場所ということでございますので、はい、またみんなの思いもこの美味しさに詰まってるなという感じがいたしました、はい、はいはい、ということで、中村さん美味しかったですね。美味しかったです、はい、最高でございました。お口の中甘い。さあということでエビ中のいとこ石秋田と放課後パンハンドレッド竹谷製パンの佐々木さん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。ございました。さあそれでは最後に中村ゆなさんからファン、リスナー、そして、ファミリーの皆さんに向けて一言お願いします。はい、私今日初めて秋田に来たんですけどすごく楽しく思い出いっぱい作ることができました。あの4月15日から春ツアーが始まって5月3日にはニューシングルの今日動画リリースされるのでぜひ楽しみにしていてください。以上、私立恵比寿中学出席番号17番秋田美濃国ガールズの中村優奈でした。